悠々として急げ。これは58歳という若さで生涯を終えた小説家開高健の言葉である。海岸からほど近い楽知園通り沿いには、開高健の終の住処となった仕事場が開高健記念館として現在も残されています。開高健といえば、釣り好きで愛煙家、酒豪でありグルメという豪快なイメージを持っている方も多いでしょう。開高健は1930年昭和5年大阪市天王寺区に生まれ、1954年24歳の時に寿屋、現在のサントリーに入社、宣伝部に配属されます。サントリー時代にその新しいその宣伝というのも、まあ、本当に日本の中に先駆けだったと思いますけれど、寿屋の PR 雑誌発展の編集を任された後、イラストを手掛けるデザイナー柳原良平とコンビを組んだトリスウイスキーの広告コピー執筆でウイスキーブームの火付け役となりました。新入社員になって3日後ですかね、開高先生と初めてお会いしたの。まあ、開高先生はサントリーの仕事を広告、テレビ CM とか、それから他にもいろんな仕事はしていたので、そういう意味で開高先生が会社に来るというのはよくあったことなんですね。坪松さんの開高健との関わりは開高の晩年6年間、サントリーの PR 誌で開高健の担当だったそうです。広告というのは別に記名制じゃないですよね。で、誰が書くというのも基本的にはそんなのは問題にされないものですよね。ただ開高さんはやっぱり自分の言葉を伝えようというふうに考えていたコピーライターだと思いますね。だから自分の感じているものをそれを文章にする。だから逆に言うと、その商品を売るためのなんか文句を考えるとか、商品を考えるためのフレーズを考えるとかということではなくて、自分がその商品と接した時にどんな気持ちを持っているかとか、自分がそれを例えばウイスキーだとしたら、それを飲んだ時にどんな気持ちになるとか、どういうふうなことを飲みたいっていう時に思うのかとか、そういうふうなことを考えていた。だから自分の言葉で広告を書こうとした、そういうコピーライターだと思いますね。開高健と柳原良平がタッグを組んだテレビ CM、 柳原によって誕生したアンクルトリス、その魂は開高健が吹き込み、誕生した1958年、高度経済成長当時のサラリーマンが一日の疲れを癒す、その心情を代弁しました。ロワルド・ダールの短編集を、渡してくださったんです。で、それはテイストという作品が入っている、あなたに似た人というタイトルの短編集なんですけど、で、そのテイストという作品は、ワインのテイストの表現がいくつも出てくるんですね。で、広報の仕事をするんだったら、お酒の味についてもやっぱり皆さんに分かりやすく説明しなくちゃいけないと。だからお酒のそういう時に筆舌に尽くしがたいとか、言葉では言い表せないとか、そういう言い訳をするのはコミュニケーションを司る人間としては負けであると。だからどんな言葉を使ってもいいから、ちゃんとそれを表現するような、そういう人間になりなさいと。コピーライターとしての才能を発揮する一方、純文学作家としても大きな転機を迎えます。
1957年、閉ざされた心を持つ子どもの側に立ち、大人社会と対峙する絵画教師を描いた裸の王様を発表。翌年、この作品で芥川賞を受賞しました。開港竹式年会の事務局長を務める森恵子さん。出版社時代に単行本を制作、開港竹氏が監修していたそうです。もともとTBS ブリタニカって百科事典を作るということが最初なんですけど、その後に百科事典がだんだん終わりに近づいて、じゃあ出版もやろうという、いわゆる単行本の制作をやることになりまして、で私はその出版局で単行本を作ってたということなんですね。でちょうどその時に海子さんがサントリーの、代表としてサントリー資本が TBS ブリタニカに入ったわけですね。でその時にその佐治敬三さんが、非常に佐治敬三さんって出版に興味のある方で、それで一番佐治さんとしては海子さんを信用してたということがあったと思うんですけど、で海子さんが私たちの監修役というか、最後の最後亡くなるまで、一応その開港さん担当として、お付き合いいただいたってことなんですね。開港ルームというのが TBS ブリタニカの中にありまして、で開港さんがその日本にいらっしゃる時には必ず毎週火曜日に朝から TBS ブリタニカに来ていろいろと教えを請うという、私たちはそういう、非常にありがたい怖い時間を持ちました。加護さん自身あんまり表には表さないけれど、いろいろと純文学作家としての悩みもたくさんあったんだと思いますね。本当に作家らしい作家だなと、ちょっとやっぱり怖い方だなというのは垣間見えました。いくらニコニコしててもね、本当にね、作家ってこういうものなのかというような厳しさ見えますね。1964年11月、開港34歳、東京オリンピック閉幕後間もなく、朝日新聞臨時特派員として戦時下のベトナムへ入り、政府軍に従軍取材中、南ベトナム解放民族戦線に包囲され、一時は消息不明と報道される。ヘルメットに書かれた200分の17という数字は、生還者が17人ということを表している。輝ける闇は、ベトナム戦争の当事者ではない開港自身が少年期における太平洋戦争の体験と重ね合わせ、およそ1年をかけた初の書き下ろし作品です。徹底的に正真正銘のものに向けて、私は体を立てたい、私は自身に形を与えたい、私は戦わない、殺さない、助けない、耕さない、運ばない、扇動しない、策略を立てない、誰の味方もしない、ただ見てるだけだ、わなわな震え目を輝かせ犬のように死ぬ。その後、闇シリーズ第2部として書かれたのが夏の闇。しかし第3部は未完となりました。開港竹式年鑑の一番奥の部屋は、開港の仕事部屋として今も展示保存され、彼が愛用した釣り道具や釣り上げた巨大魚の剥製が所狭しと飾られています。地方から出てきて、マキさんもお母さんみたいな感じだし、ミチコちゃんも妹みたいな感じもあるし、半分家族系みたいな感じで、僕も育てられたって感じはありますけどね。
釣り愛好家が海外を目指すきっかけとなった南米アマゾンへの潮魚寄港オーパやもっと遠く、もっと広くなど海口武史の寄港本の想定を手掛けた三村さん。海口武史の寄港本には作家としての文章の魅力が凝縮されているといいます。まあやっぱり小説家っていうか作家なんだよね。まあ文章書くことが究極なんでしょうけどね。写真は付録ですからね。メインは文章ですから。やっぱり佳代子さん、釣りの文章は釣れなかった時の方がいい文章ですね。悔しくってね。まあ釣りやる人はみんな共通して、今の若い人たちも佳代子さんの文章を好きな部分はあるんだけど、まあ、釣りってやっぱり釣れなくてもいいんですよね。作家海口武史の釣りのモットーはキャッチアンドリリース。彼が釣りをするということは大いなる自然との対話であったそうだ。行動する作家海口武史の夢はモンゴルへと向かっていた。しかしその時すでに海口の体は病魔に侵されていました。たまに退院してですね、退院といいますか病院出てきて、で私のお母さんがあそこの九段にあったもんですから、たまに出てきてお会いして、もう今度はあんまり海外には行かないで純文学一筋だぞっていうようなことをおっしゃってたんですけど、まあ、結果的にはねあれでしたけど、とにかくどこか佳代子さん本当にそういうこと一切弱音を吐く人じゃないですから、何も言わないんですよね。だから作品の中の一切病気のことは書いてないんですよ、ね、で普通だとよくね、じゃあその病気について書いたりとかってことあるんですけど、最後の作品には一切病気のことは触れてないんです。海口が作家として全身全霊を傾けて書き上げた遺作、それが珠玉でした。今も色あせず読む人を魅了し続ける海口武史の魅力は、まあ、表現者としての凄さですかね。言葉に伝える時のその語彙力もそうですし、その時の言葉の選び方、それから物事をどうやって表現するかということを表現し尽くそうというですね、そこのその力ですかね。もちろんエネルギーもそうですけども、それをできる技術力ももちろん持っていたし、そのやっぱり表現者としての凄さというのを一番感じますね。純文学作家であるという誇りは本当に持ち続けて、だからその代わりそのいわゆるドキュメンタリーとかそういうのもなんかとっても関心があって、いろんなことを本当におやりになって、お料理の本ももうね、これこそ書くぐらい好きなんですけれど、とにかく最終的にやっぱり純文学作家っていうところできっと終わりたかったんじゃないのかなと思いますね。小説、ルポタージュ、寄稿、エッセイ、広告コピーと多彩な分野で才能を開花し活躍した作家海口武史。今なお新鮮な感動を与え続ける海口武史の世界を堪能してください。